マルゼンスキー、マルゼンスキー、1974年5月19日から1997年8月21日は、日本の競争馬、シュボバ。イギリスの三冠馬、ニジンスキーを父に持ち、1976年に中央競馬でデビュー。3歳王者戦、朝日杯3歳ステークスを大差でレコード勝ちするなど、連戦連勝を続けたが、当時多くの競争で、 出走制限が課された外国からの持ち込め馬だったことからクラシック三冠競争には出走できなかった。無敗のまま1977年末に故障で引退。通算成績は8 0 0勝。発1970年代に起きた外国車ブームの中でスーパーカーの異名を冠された。種ボバとなってからは1988年の東京優秀。 日本ダービー優勝馬桜千代の王など、中央競馬4頭の GI 優勝馬を輩出。1990年に JRA 検証馬に選出された。以下、年齢は日本で2000年まで使用された表記、数え年で記述する。1973年秋、北海道胆振市長の軽種馬農協青年部が、アメリカへの研修旅行を計画したが、 直前になって一人欠員が出て予算に狂いが生じる恐れが出たことから青年部は牛の中外人でありパスポートを保持していてすぐに参加が可能であった橋本善吉に同行を依頼した橋本は少年時代に馬の牧場で10年働いた経験を持ち馬主として万縁競馬の名馬マルゼンストロングホースを購買し競馬の世界に進出したばかりだった かねて競争馬生産にも着手したいと考えていたことから、橋本はこれを好機と捉えて参加を決定。日程の中に希望者のみのオプションとして組まれていた、金ランドセールに参加した際、上京史の本郷茂彦とも知り合った。橋本と本郷は、セール会場において、アメリカの電動場、バックパサーを父に、14章を挙げたクイルを母に持つ、繁殖品柱に目をつける。 両者ともその馬体の良さを高く評価し、本郷はこんなに皮膚の良い,い馬には生まれて初めてお目にかかった。小柄だけどバランスがいいし、これは良い馬だと簡単していた。シルはイギリスの参観馬、ニジンスキーの子を受胎しており、高額が予想されたが、本郷の強い勧めもあり橋本は競りに参加。フランスの調教師と競り合った末、 このセールで3番目の高額であった30万ドル、約9千万円。当時という価格で落札に成功した。現地の落農業会始には、有名な日本の牛屋の橋本氏が、とてつもなく高額な馬を買った。どうやら気が違ったようだと紹介されていたという。後日本へ輸送されたシルは、1974年5月19日、ボバを出産。橋本は、 自身の矢マをゼンから取って、ボバならばマルゼンスキー、ヒンバならばミスマルゼンと名前を考えており、前者に決まった。知らせを受けて、東京から馬の見分に来た本号は第一世で外交だなぁと口にした。前足が膝元から外に曲がっており、正面から見ると英字になるような形を外交姿勢と言い、マルゼンスキーはそれに該当したのである。 しかし全体としては高馬体を持っており、橋本も本郷も、その点では、高評価を下した。往年の名機種であった田中安蔵も、本郷の息子、和彦に、あれは、そうと話していたという。また、橋本と同じ競技に参加し、25万ドルの手前で、降りていた、八代大ファーム代表、吉田全在が、息子の勝美、後の農山ファーム代表を伴い、 庭を見せてもらいに来と口実をつけて、マルゼンスキーを見に来ていたという。産後10日目から、橋本は、新聞と雑誌に広告を出して一株300万円を40口、総額1億2000万円の新ケーと会員を募集し、1ヶ月で満口となった。しかし、それからおよそ2ヶ月後、ニジンスキーの初年度産区として評判が高かった。 二陣スキースターがデビュー戦で12着と敗れたことで会員の離脱が相次ぎ、最終的にシンジケートには8人しか残らなかった。また、外交は成長につれて旅を増していき、やがて足曲がりと陰口を叩く者が出るほどひどい者となった。変形の脚部は強い状況に耐えられない可能性が高く、これを見た少なくない者が良い馬だが、 競走馬には仕上がらないだろうという見解を述べた。そうした一方で、馬術部出身で育成調教を担当していた橋本の息子は、この馬は飛びも大きいけど伸びた後ろ足を戻すのがものすごく早いと簡単していたという。母馬が日本国外で種母と交配され、子馬を日本で産んだ場合、その子を持ち込み馬と呼ぶ。マルゼンスキー以前には、 日本ダービー優勝の光る明治、それぞれ天皇賞優勝の白髄光、タイテームといった持ち込めの八大競争優勝馬がいたが、1971年の貿易自由化に伴い国内生産者への保護政策が実施され、持ち込め馬は外国産馬同様の存在として、有馬記念を除く八大競争への出走権を失った。八大競争だけでなく、 1976年から77年にかけては、出自を問わず出走可能な混合競争は、全体の11.7%しか組まれていなかった。1984年から持ち込め馬は、国産馬と同様の地位を回復しており、マルゼンスキーは、狭間の時代に生まれた持ち込め馬であった。安倍玉城は持ち込め馬としてのマルゼンスキーについて、次のように論じている。 1976年7月、マルゼンスキーは東京競馬場の本号級舎へ入る。脚部不安のため強い調教はかけられなかったが、10月9日に迎えた新馬戦では一番人気の指示を受ける。騎手は中野渡聖一が任されたが、中野渡は調教の様子からセーブしたせいもあるけど、それほど走るとは思わなかった。新馬戦もぼちぼち勝てるかな。 ぐらいの感じだったという。しかしスタートが切られるとすぐに先頭を奪い、そのまま後続に大差10馬身以上、タイム差では2秒差をつけて、初戦勝利を挙げた。続く条件戦も2着に9馬身差をつけて連勝。いずれも、タバとのスピードの違いに任せて逃げ切るという内容であった。11月21日の府中山歳ステークスでは、 北海道三歳ステークスの勝利馬ヒシスピードと対戦。後頭藤ての小頭数で、単勝オッズは、マルゼンスキー1.1倍、ヒシスピード6.7倍であった。マルゼンスキーの能力に浸水していた中野たりは、相手が迫ってくるのを待って、スパートをかければいいと見て、優長なレース運びをしていたが、最後の直線半ばで、ヒシスピードが一気に並びかけ、 慌てて追い出した、中野渡りマルゼンスキーと必スピードの激しい競り合いとなった。両馬並んで入選して写真判定となり、結果はマルゼンスキーが花さ先着していた。中野渡りはこのレースについて、マルゼンスキーは調教でもレースでもびっしり追ったことのない馬だったので、並ばれて追い出すと馬も面食らってしまった。でも、俺の方が馬以上に慌てた。自分の油断で負けたら、 次は乗せてもらえないだろう。降ろされたらどうしようと、そればかり考えていたと実会している。一方、橋本によれば、同じ本号9社のミスター系、3着との適度な差での1.2着独占を狙い、橋本から中野あたりに、あまり話すなと指示していたのだと言い、負けたら主犯は俺だものね。あの時ばかりは、びっしょりと冷や汗をかいたと解雇している。 競馬評論家の伊崎修五郎はマルゼンスキーを重傷で遊んで勝てた馬と表し、後年このレースについて語る際も、マルゼンスキーと必死スピードが競り合っている直線で、騎手は隣の馬の方を抜いて、見ながらという感じで見ながら走っていた。としている。12月12日、関東の山歳王者戦、朝日杯山歳ステークスに出走。前走の苦戦を教訓に、 調教では初めて一杯に追われ、競争前の本郷から中野渡りへの指示も壊れてもいいから行ってみろ。責任は俺が持つと全力を出し切ることを要求するものだった。マルゼンスキーは常の通りスタートから先頭を奪うと直線では騎スピードを突き放し、同馬に13馬身2.2秒差をつけて勝利した。総タイム1分34秒4は、 コーネルランサーの記録を0.2秒更新する3歳レコードであり、1990年の朝日杯でアメリカ3番のリンドシェイバーに更新されるで14年間報じ、された。中野渡りは競争後のインタビューで、馬の上にまたがっていただけ。3コーナー過ぎからは、後ろの馬の足音も聞こえなかったと語り、また非スピードに起乗していた、小島太氏は、ありゃあ化けもんだなとかだった。 なお、騎士スピードの1分36秒6も当時としては、水準的なタイムであった。当年の出走はこれで終え、4戦4勝の成績で、最優秀3歳ボバに選出された。ちなみに、マルゼンスキーが勝った朝日杯での1400メートルの、通過タイム1、21.1は、当時の日本レコード、この朝日杯と同日の CBC 賞で、マークされた1。 21.8を0.7、上回っていた。朝日盃月の後、橋本はマルゼンスキーについて、再びシンジケートを組織する。すでに能力を見せたこともあり、一株500万円を50口、総額2億5000万円という価格に設定されたが、すぐに満口となった。なお、この時橋本は、最初のシンジケートから離脱した会員の再申し込みを、 すべて拒絶している。シンジケートの方針により、マルゼンスキーは最大目標を年末の有馬記念に来、1978年以降は国外へ遠征するという長期計画が組まれた。4歳となった1977年の初戦は中京競馬場のオープン競争に登録したが、回避馬が続出したため規定等数に達せず、一時は 競争不成立の見通しが立った。本郷はせめてファンの前でデモンストレーションを見せようと、朝日坂月の優勝例を中京に持ち込んでいたが、関西の調教師、服部正リ氏が管理課から2頭を出走させて、競争を成立させた。服部は中野あたりに対して、俺のところの馬を出したんだから、タイムオーバーになるような大差は勘弁してくれと、話したという。 この競争は2着に2馬進半差で勝利した。この後膝を骨折し、3ヶ月の休養を取る。5月に復帰し、オープン戦で2着に7馬進差をつけて勝利するが、持ち込め馬という出自から、日本ダービーへの出走権はなかった。ダービーの当主、中野あたりは、日本ダービーに出させてほしい。枠順は、大外でいい。他の馬の邪魔は、一切しない。 賞金もいらない。この馬の能力を確かめるだけでいいと話したとされる。橋本は裁判も検討していたが、本郷が難色を示したほか、様々な事情も重なりダービー出走は断念された。橋本のもとには、なぜ簡単に諦めるのか、なぜ訴えないのかといったファンからの手紙が何通りも届いていたという。マルゼンスキーがダービーに出られなかったという問題は主催者である。 日本中央競馬会の広報誌、優秀賞でも偽された。以下は、その一部である。6月26日、マルゼンスキーは、残念、ダービーとも称されていた日本短波賞に出走。その姿を見ようと当日の中山競馬場には8万人、近い監修が集まった。この競争には、ダービートライアル NHK 杯の勝ち馬である、プレストコーも出走していたが、 マルゼンスキーの単勝オッズは終始1.0倍を示し続けた。スタートが切られるとマルゼンスキーはあっさりと先頭を奪い、最初のコーナーですでに2番手に6から7馬身の差をつけて逃げを打った。しかし、第3コーナーから最終コーナーにかけて突然首を高く上げて失速し、2番手からスパートをかけたインタースペンサーに並ばれる。この様子に、 監修は大きくどよめいたが、しかし中野たりが肩に無知を入れると再加速し、直線では独走状態となって二着プレストーに七話審査をつけて勝利した。中野たりは失速の理由について、あの日はババが悪かった。それで大事にババのいい外目を選んで乗っていた。そこにインタースペンサーが一気に来て、馬の方がふわっとした気持ちになってしまったと述べている。 なお、二着プレストーは秋にセントライト記念、京都新聞杯と連勝の後、クラシック三冠最終戦、キッカ賞に優勝している。後に、マルゼンスキーは、北海道に入る。札幌で一戦、函館で一戦し、秋にどこかでもう一戦の後有馬記念へ、という計画であった。初戦、札幌での短距離ステークスには、 当時最強馬と目されていた東証ボーイも出走を予定していた。しかし中野辺りは他の出走できるレースがたくさんある東証ボーイを傷つける必ずはないと見て東証ボーイは絶対に出走してこないと踏んでいたという。中野辺りの予想通り東証ボーイは出走を回避し短距離ステークスは競争成立加減の後頭立てとなったが他の相手にも必死スピード。 山吹王といった一戦級のオープン馬がいた。レースではマルゼンスキーに先んじて、ヒンバ・吉岡山が先頭を奪い、マルゼンスキーは初めて二番手を進むことになった。砂が深く敷かれた、当時の札幌ダートにあって、前半六百メートルのラップタイムは三十三秒に、という異常なハイペースとなったが、マルゼンスキーは、雲なく、これを追走し、中野あたりは、安状で、あの馬に、 マルゼンスキーを種付けしたら、面白い子ができるかもしれないなどと考えていたという。中野辺りが鞭を抜くことなく、マルゼンスキーは、吉岡山をかわしていき、ゴールでは、騎士スピードに十馬審査をつけて八連勝を遂げた。一分十秒一は、レコードタイムだったが、中野辺りは、びっしり追っていれば、一分九秒台が出せたとしている。なお、東証ボーイは、 前述の日本短波賞の同日に行われた三歳馬も出走可能な混合レースである高松宮杯に出走している。しかし、短距離ステークスの頃、マルゼンスキーの脚部は不穏な状態で、関西の重人、武田文吾は、この馬はよくこの足で持っているなと話したという。後マルゼンスキーは、函館に移動したが、調教中に、 中野辺りの代役を務めた騎手が魚しきれずに拉致に衝突し、これが影響して、クッケン炎を発症。予定していたその後の2戦は使えず、有馬記念へは直行することになる。有馬記念のファン投票では、後年、TTG と並び称される、テンポイント、東証防衛、グリーングラスに次ぐ、第4位に選出。それらの競合との対戦に期待が寄せられていたが、その最終状況において、 クッケン炎が再発する。症状は、ごく軽く、獣医師は、出走可能との診断を下していたが、橋本が、幹部に手を当てようとする足を上げる仕草をすることから、痛がっていると判断。また本郷も、万が一レースで故障したら元も子もないとの考えで、出走を回避させることになった。前述の通り、屈腱炎の症状は軽いものだったが、マルゼンスキーには、宝塚記念と、 有馬記念以外に出走できる目標レースがなかったことから、種ボバとするため引退が決まった。通算80008勝、2着につけた合計技差は61馬身に及んだ。1978年1月15日に引退式が行われ、スタンドには、さようなら、マルゼンスキー。語り継ごう、お前の強さをとの横断幕が掲げられた。その中で挨拶に立った橋本は、 この馬は持ち込め馬という宿命にあって、クラシックレースに出られなかったのは非常に残念ですけど、この鬱憤は子供たちで必ず晴らします。クラシックを取れるような馬を生産して、ファンの皆様に応えるべく頑張りますから、よろしく応援してくださいと語り、拍手喝采を送られた。1970年代以降、欧米では、ノーザンダンサーの子供たちが猛烈な勢いで、 大競争を制していき、決闘地図を急速に塗り替えつつあった。二ンスキーを経て祖父にノーザンダンサーを持つマルゼンスキーは、日本においてその決闘の優秀さを示した最初の馬であり、それだけに種ボバとしての生産会からの注目度、期待度は非常に高物だった。マルゼンスキーは、その期待に違わず、初年度産区から喫花賞をレコード勝ちしたホリースキーを送り出し、 以後宝塚記念優勝の鈴鹿小版、朝日杯三歳ステークスと日本ダービーに優勝した桜千代の王、菊花賞に優勝したレオダーバンといった GI 優勝馬を輩出した。その守護馬実績が評価され、1990年には JRA 兼勝馬に選出された。種ボバランキング最高成績は1988年の2位、中央3位。さらに特筆されるのは、 ブルードメアサヤー、母の父としての実績である。GI 競争4章を挙げたスペシャルウィークを筆頭に9頭の GI 及び J プニー優勝馬が排出されており、ランキングでは2位を10回記録。マルゼンスキヒンバは生産者の間で引っ張りだこの存在となり、1996年時点で北海道日高地方には約170頭がつなぎをされていたと言われる。 これは当時、東商防衛品場の二百十頭に次ぐ数字であった。ボバの後継では、ホリスキー、鈴鹿小番、そして、重賞二商の桜刀工らが、種ボバとしても検討した。1995年に、恒例のため主ボバ新事系とが解散したが、その後も種ボバとしての人気は高く、1997年には七十頭への種付けを行っていた。しかし、 同年8月21日午前4時頃、翌年の種付けシーズンに向けた体作りのための軽い運動の最中、突然いなないて倒れ、そのまま死亡した。23歳、旧憑期24歳没。死因は心臓麻痺であった。マルゼンスキーを溺愛していた橋本は、自身の次男として弔い、3日後の8月24日、橋本牧場において、告別式が行われ、 多数の生産者や競馬関係者が参列した。その意外は当時まだ健在であった母、シルにも見送られた後、棺に収められた状態で牧場内に埋葬された。日本競馬史における最強馬との表がある一頭である。優秀が創刊50周年記念として競馬関係者に行った最強馬アンケートではシンボリルドルフ、新山、竹芝を 谷の力に次ぐ5位となった。また、1985年に、有春読者を対象に行われたものでは6位。ただしこれは5位まで、複数記名できる方式で、1位秒の数では、シンボリルドルフと新山に次ぐ3位であった。中野渡た聖一は、今でも自分は、あの馬が、日本一強いと思う、7つか8つの力で勝っていた、と述べており、 また本郷和彦によれば、茂彦は、脚部不安のため思い切った調教ができないことを惜しみ、記録に残っているのは、能力の何分の一だと吐き捨てるように言ったことがあるという。騎死スピードに起乗していた小島太氏は、とにかく、あの馬は、計り知れない強さがあった。ナンバー1じゃないの、と評した。また当時調教師であった野平雄二は、 道悪で走った時の跳ね上げる、泥の高さというのが、もう波の高さじゃない。コーナーワークの時なんか、他の馬の三倍ぐらいバーンと跳ね上がる。コーナーワークであれだけ力を入れて走ると、大概は直線で止まってしまうものだが、あの馬は最後までスピードが落ちなかったと十回し、もうちょっと長く、せめて五歳まで走って欲しかった。あの馬の持つ全能力をこの目で見たかったと惜しんだ。 競争馬生産者の川上悦夫は、スピードが桁違い。そして、スタミナが桁違い。日本で一番強い馬がマルゼンスキーだったと信じて、疑わないと述べている。また、評論家の大川慶次郎や大島照久は、当時もし持ち込め馬が、内国サンバと同じ扱いを受けていれば、結出した成績を残したであろうと述べている。対戦の可能性があった一切上の東証ボーイ。 テンポイント、いずれも JRA 検証馬とは、もしも対戦していたらという過程がしばしば語られるが、中野あたりと橋本善吉はいずれも負けなかった、勝っていたと主張しており、小島太志は上記二頭にグリーングラスを加えた TTG との比較を問われ、そのあたりとは比べ物にならない。どこから見ても、同じ時代の馬とは一段も二段も抜けていたとしている。一方、 東証防衛の管理長教師、安田隆義は、マルゼンスキーとやって、おそらく負けなかったんじゃないかと述べている。上日の座談会、正論とミーハー論との中でも、東証防衛とマルゼンスキーの対戦を期待する会話が交わされていたが、この中では、山野光一が、もし、あの二党が、現在絶好調だとしたら、有馬記念まで待つことなく、 その絶好調の時にどこかで対戦する機会がなくちゃおかしい。有馬記念まで無事に行ってくれるかどうかが一番心配だものと発言していた。なお、優秀が2004年に指揮者やアンケートを取った年代別代表馬において、マルゼンスキーは1970年代で10ポイント東証ボ防衛に次ぐ3位となっている。なお前述の通り、 マルゼンスキーが出走した日本短波賞の同日に行われた高松のメアハイでは東証ボーイ出走して勝利を収めている。同レースは当時から3歳馬も出走可能な混合レースであった。父、ニジンスキーは20世紀を代表する名馬の一頭とも評されたがマルゼンスキーはニジンスキーに非常に似ていたとされ、アメリカからニジンスキーの関係者がやってきたとき、 ニジンスキーによく似ている。違うのは外交資税だけと話したという。また、ニジンスキーを実験したことがある宮原交渉も、マルゼンスキーは、父親やそっくりの体型と述べている。ニジンスキーは、世界各国で一流馬を輩出したが、日本の競馬界ではマルゼンスキーがその最良の産区だったのではないかと見る者も,もいる。イギリスの競馬ジャーナリスト、レズリー・サンプソンは、 著書、ニジンスキーの中で、マルゼンスキーも代表3区の一頭として紹介し、もしマルゼンスキーが日本で走らなかったならば、一体どれだけの成績を上げられたかは想像するしかないだろう。おそらく、チャンピオンとなっていたはずだし、にとっても、シアトルスルーにとっても、きっと難敵だったに違いないと記している。いざ修五郎は、ニジンスキーの地が世界で、 どのように広がっているかの調査で来日した、米国農務省の人物が、4歳、現在の3歳児のマルゼンスキーの走りを見て、現在世界中で走っている、ニジンスキン区の4歳馬の中で、間違いなく、ベスト3に入り、もしかすると一番強いかもしれない、と評したと語っている。同時代においては、日本最大の牧場、シャダイファームが用した、 ノーザンテイストがリーディングサイヤーの地位を占めていたが、橋本は、ダネボーバ・マルゼンスキーは、ノーザンテイストよりも上であるとじ、ヒガの差は相手をする繁殖品場の質の差だと見て、俺にもっと金があったら、ノーザンテイストなんか叩きのめしてやるのに特地に、していたという。ただし橋本はシルに一度ノーザンテイストを、荒廃しており、この時は、受胎に至らなかった。また、桜を用いて、 天皇賞優勝馬礼拝シーザーを生産した大道和美もノーザンテイトよりマルゼンスキーの方が数段上だとしている。他方、大川慶次郎は脚部不安の産加が多かったことを指摘し、いい子は出したけれど平均値を取るとどうかなという思いがあると述べている。また、マルゼンスキーはブルードメアサイアーとしてもノーザンテイストに首位を阻まれ、続けたが吉沢ジョージは、 ノーザンテイストの血を引く繁殖品場を数多く用する、ヤシロ大ファームが、サンデーサイレンス、トニービンといった一流シュ馬を惜しげもなく配合するのに対して、マルゼンスキーの血を引く繁殖品場を用するのは、北海道日高の中小牧場が中心で、配合シュ馬の質は全体に、それよりも落ちる。それでいて、この高成績は立派という他はないと論じている。なお、2000年に、 日本馬主協会連合会が馬主を対象に行ったアンケートによるスキメス系の決闘はという説問でボフ・マルゼンスキー系はボフ・ノーザン・テイスト系ボフ・ノーザン・ダンサー系に次ぐ3位となっている。日本中央競馬会が2000年に行ったファン投票による名馬選定企画20世紀の名馬大投票では32位に選出。優秀が独自に選出した。 20世紀のベストホース100にも名を連ねた。また、2010年に、優秀通貫800号記念として行われた、ファン投票企画、未来に語り継ぎたい、不滅の名馬たちから、ザ・グレイテスト t e s ス100では22位。2015年に、それを引き継いで行われた、未来に語り継ぎたい名馬ベスト100では37位となった。中央競馬重賞勝利馬、括弧内は、 当該場の優勝重賞競争。太字は1983年までの8大競争と1984年以降の GI 競争。地方競馬重賞勝利場、書籍。雑誌、ムック特集記事。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。